大塚裕明の今さら聞けないベーシック。はい、大塚先生、柿山先生、こんにちは。こんにちは。今日もグリップの切り方、はい、その2ってことで、そう、前回は、はい、絵ですね。今回は袖を持たれた時の切り方、はい、まあ、これももちろん、ね、紹介すればキリがないんですけども、はい、まあ、白身の方でも簡単に使えるものを紹介していきたいと思います。一番オーソドックスなやつを、はい、はい、袖の切り方よろしくお願いします。お願いします、はい、で、まあ、袖をね持たれました。でもう絶対これはないですからね。手と手の勝負をしても勝てないですよ、うん、はい。で、切っていくときに、まずは、まあ、切るのも大事なんですけども、相手に、ね、袖を持たれてコントロールされているのをコントロールし返す、うん、手を外に回して外から逆に袖を持ち返してあげると、はい、相手の手が内側、自分の手が外側なので、外から相手の袖をコントロールすることができます。自分の手が内側、相手の手が外側にあると、まあ、例えば帯とか持っていても、ね、外からコントロールされやすいです。なのでもちろん切るのも大事ですけど、まずは手を外に回す。で、上からは回しづらいんで、下から、相手の手首の下から回して手首を返すようにして袖を持ち返してください。もちろんね、中に指が入ると反則なので、ね、指をしっかりと出しておいてください、はい。で、その上で例えばお腹にね押さえつけたりして、まあ、ガードを割っていけば相手に持たれてても、ね、コントロールされることなく相手の手を押さえつけて、ね、ガードを割っていったりすることができます。で、もしね、片手で回そうとして相手も抵抗してくるようだったら、一回反対の手で押さえつけて両手を使って回してください。まあ、なるほど。もう一回か。片手でやろう、ね、回そうとしたら相手も、ね、引っ張ったりして抵抗してくる。反対の手で、ね、片手対両手だったら絶対両手の方が強いので、上からね持って押さえつけながら回して持ち替える。そうすると外からコントロールすることができます。なので、まずは切らないという選択肢。なるほど、ね、切らずに外からコントロールするということを覚えてください、はい。で、もう一つは、ね、切っていくんですけども、まずね、片手じゃもちろん絶対切れないですね。反対の手を使ってください。反対の手、ね、袖口を掴んだ手は、ね、引っ張る。それと真反対に掴まれている手は押し込む。せーので。おお。やっぱり反対側の力をかけないとダメですね。そうです。こういうグリップはこういう引っ張りには強いですね。指が引っかかってる。ああ、そうか。反対は、ね、抜けやすい。この原理を利用して、ね、もちろん片手でやるのではなくて、上から引っ張るのと下から押し込む、これを同時にやると、ね、切ることができます。で、切った後に持たれないようにもちろん上からもう一回コントロールします、ね、外から押さえつけてここからガードを割っていくと、うん、で、ね、今、直線的にやったんですけど、もし相手のグリップが強くてこれでもいけないと思ったら、一回最初にやった上から回して手首の下から大きく回してちょっとねじりを入れてから同じように切ってみてください。きれいにこうこの縁をね、袖口を持たれていると相手もグッとね4本指力入るんですけど、ちょっと回すと袖がねじれて持ちにくくなります相手は。回してねじりを入れてからさっきと同じように切っていく。ねじりを入れて、なのでさっきの一番最初のやつと両方使っていいですね、はい。まあ、回して
そのままコントロールしてもいいし、それでも嫌だったら、ね、切っていく、うん、これもありだと思います。もう一度おさらいすると、ね、一つは切らない、外から押さえつけてコントロールする。もう一つは、ね、両手を使って反対方向、相手の、ね、このパー方向にね、弱い方向にグリップを切る、切れなかったら回しながら切る。なるほど。で、せっかく切ってまたすぐ持たれるって、はい、よくあるじゃないですか。切ったのに、はい、まあこっちは持たれることないですね。せっかく今持って切ったの。はいはい。次にやるべきことって何かあるんですか。もうすぐガード割りに行ってください。あ、なるほど。せっかく今相手のグリップを切って自分がコントロールしているので、相手がコントロール仕返してくる前に、例えばもう腕を押さえつけて足すくえないですよね、はい、すくえない方から足を、つまりその瞬間自分のターンなんですね。そうです、そうです。なるほど、はい、なるほどね。なのでいっぱいあるので、いっぱいやらなきゃいけないかといえばそういうことでもなくて、はい、はい、なるほど、はい、はい、よくわかりました、はい、グリップの切り方、袖辺、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。